今日のね、早朝陰鏡やつは、このペヤングのちょっと大きい焼きそば、これ食べてみようかと思うんですよ。これ1000キロカロリーもあるんで、買ったはいいけどずっと放置したんですよね。でもまあちょっと美味しそうだし、どこまで食べれるかやってみようかと思います。それではいきなり出来上がりシーンからどうぞ。まあ一応ちょっと中見てみましょうか。これね、2つが1つに入ってるんですよね、こういう風に。だからペヤングのレギュラーサイズの麺と同じところで作ってるんでしょうかね。それを2つ入れてビッグサイズにしてるってことです。あとは火薬の量も倍、ソースもたっぷり多め、ふりかけも美味しいなって感じですね。3つついてます。それじゃあお湯を注いで出来上がりと。さあペヤングの焼きそばできましたよ。ん？カメラが揺れてますけども、こんな感じですごい山盛りですよね。あの、私八方で食べるんじゃなくて、こうやって移し替えて食べるのが好きなんでこうやるんですけども、まあいただきますね。いい匂いしてますよやっぱり。美味しい。今朝5時なんですけど、今日もね1時過ぎに起きて、いろいろと深夜の撮影して、今朝食って感じですね。朝飯前の朝飯。うまいぜ。まあでもこんなに食べらんない、食べらんない。あと二口ミックスで十分ですよこれ。ちょっと残しておいてね、後で食べます。ありがとうございます。